ような勢いお前が私の操り人形とも知らずにめでたい女だ。本物のエンディミオン、いやタキシード仮面はスターシードを取られて消滅したってのに今は好きなようにやらせてやれ。ギャラクシア様の野望のため使うだけ使われて、はい、おしまい。よいか、我々の目的はただ一つ、セーラー戦士のスターシードを全てこの支柱に収める。そのためには一つでも熟していないスターシードがあっては困る。災いが来ます。もう猶予はなりません。セーラー戦士としてプリンセスを守らなければ。成長したい、早く成長したいのです。成長していただかないとお前のスターシードが手に入らぬ。今再び覚醒に導いてやる。そのための闇の帳だ。ギャラクシア様、このエネルギーを、これは感じる。光の誕生、まさか火球。幾千ものスターシードを手に入れようと、あいつがいるかこの銀河を完全に制圧することは叶わぬ。火球王妃、よいか、一刻も早くその輝きの目を包み取るのだ。行け。
毎日こんなに歌ってるのに、あの方は現れない。すぐそこにいるような気がするのに。僕も感じる。じゃあどうして？本当に希望の光なんてあるんだろうか。あるさ。それを信じて歌い続けるんだ。歌ってるさ、いつだって必死に。すぐ戻る。せや！またあのお団子のところですか。何考えてるんだよ。あいつらに関わってる暇はないはずだろ。わかってる。だけど気になるんだ。せや！リーダー失格ですね。え？よせよ、僕がリーダーなんて。待て！あ、あいつ、ここは十番高校か？なんでお前がここにいるんだよ。気がついたらここのスタジオに閉じ込められてて。うわ、こっち来たまえ、犯人！この教頭、偽物。何をバカなこと。あれ、教頭先生。よく見ると、ここのスポンサーに似てません？そう！あ、ほんとだ！多分、深子！あー。スポンサー！はいはい！はい！あ、私が呼んでくるよ！あ、ちょっと待ってくれたまえ！スポンサー！スポンサーが兄貴！皆さんが呼んでますよ！あ、わしがスポンサーじゃが！全然声変わってねえよ！ねえ、あいつ耳が悪いんじゃん？あーと、もうちょっとで行くから待ってくれたまえ！あ、サイン頼んじゃおうかな！あ、サインよろしく頼むよ！オッケー、サインね。はい、かっこいいね、やっぱり！精神、あー、二言うだけ。違うかな。はい。あれ、教頭は？教頭！あー、待ちたまえ！そっちが行くんじゃない！危険だから！ちょっと待ってくれたまえ！今呼んでくるから！教頭！教頭先生！今度は教頭先生を呼んでますよ！あー、ちょっと待ってね！あれ？あの、兄貴、服がないんですよ！あ、いや、今ね、シャワーを浴びようと思ってたんだよ、君。もう二人並べて見てみたい。見てみたいね。あ、二人、兄貴二人ですよ。じゃあ、兄貴見せてもらおうかな。はーい。なんだね、君たちまた用事かね。人形じゃないかよ。バカおしっけな。キック、あ、やられたって何やらすんだよ。あ、兄貴、危ない。危ない。もうちょっとで死ぬとこだった。あれ、心臓の音が聞こえない。心臓ま、体がないぞ。ああ、もう勘弁してくださいよ。ごめんなさい。どういうことだ、説明しろ。あの、おいら演技の引き出しが1個しかないからうまく説明できないんですよ。説明してあげましょうか。バカも、そういうことか。教頭も生徒も偽物ってわけ。こいつら、教頭来よ。やれ。ああ、やっちゃってください。